はいどうもピオキングです。今日はですねみんなでバトルやっていきますかっていう前にですねちょっと皆さん聞いてほしいんですけど、最近ツイッターでねこんな DM が来たんですよ。いつも僕の動画を楽しく見させてもらってますっていう DM が来たんですけど、最近ですね魚とか骨とかよく叫んでるんですけど音割れがひどいって書かれてたんですよ。それがねちょっと不快だなとか耳障りだなっていうことがあったんで、ちょっとどうにかなりませんかっていう内容のね DM が来たんですよ。確かにね音割れすごいよね結構しちゃうから。でマイクをいつも近いんですけど結構話してみたんですよ。なんで今日は音割れもしかしたらないかなって思うんですけど、徐々にですね音割れっていうのをなくしていきますんで、皆さんねご迷惑かけると思うんですが今後ともよろしくお願いします。で一つだけで僕言いたいのがあって、魚とか骨とかねやっぱ叫ぶ時ってしゃがれた感じで音割れしてるような感じで叫ぶっていうのかな、そういうのを僕やってるんですよ。例えば骨っていうのと骨っていうのはね全然違うと思うんですよ。この骨っていうのが音割れしたように聞こえるのかなとか思うんですけど、ちょっとどうなんでしょうね。もし今日のがね聞こえにくいなとか、いつもと違うな、前の方がいいなと思う方がいたらコメントください。2週間ぶりだよ、2週間ぶりのみんなでバトルだよ。うわっは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 、ゲスキングになる時が来たようだね。皆さん待っててください。今日のピオキングは一味違うよ。外役にでも何でもなってやろうじゃありませんか。今回スーパーボールコースみたいなの書いてたんですよね、まあ、スーパーボールフラワーかなと思ってたんですけど全然そんなことなかったね。よしよしよし一番取れました。マリオゾーン、いいゾーンじゃねえか。キノピコだけどね、最近僕トロールでキノピコばっかだからね結構うまいよ。マリオ連れてってあげる、信じて。マリオ信じてくれねえか。じゃあこのまま渡っていく。こういうね渡る系得意だよマリオゾーンだねSo I started school、 だから学校はなんとかこれ面白すぎでしょ。どうしよう、本気出すよ、これ本気出すよ。おり行け早く、やったー負けるんなら勝たせてあげようじゃないか。今のとこサムネにしよう。ハンドスピード競技、これ連打ってことじゃないかな。こういうのはめちゃくちゃ得意だよ。ファイヤーボールで連打する有名なコースとかあるじゃん、ドンケツを落とすやつ。ああいうのだったらね結構勝てると思うんだけど。さてじゃあ下から2番目の緑の土管いきます。スタートしました。やっぱそうだ、これはどこ、誰だったっけ、僕誰だったっけ、誰だったっけ、ちょ誰だったか忘れた。ルイージ一番遅いいやこれは連打勝負でもないやんか。うわこれは結構連打勝負じゃないで一人で残されちゃった誰か持っていかして、キノピコ持っていかして、うわ持っていかしてくれない、マリオ様一人で落ちていきやがったあのお兄ちゃん。待って、よし二人ともやられた、熱っ。ここでどんぐりめっちゃ熱くない、ゆっくり行きましょういや大丈夫、まだ大丈夫だよ、ここでもどんぐり取っていこう。そしてこの亀の甲羅持っていきたいな、なんかあった時のためのね保険として亀の甲羅持っていきたいんだけど、そんな余裕がないんでこのまま走っていこう。やったぜギリギリで待っておこう。いや待って、この亀の甲羅持っておこうか、生き返る違う、わざとじゃないんだよ、生き返るから、生き返っちゃうから投げただけなんだって。ちょっとこっち来て、どこ行ってんの、キノピコ優しい、ありがとう。あ、待って、ありがとう、ちゃんとしてる。いや、間違えた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 、危ない。お、バトコかな、バトコっぽいよね。あ、バトコっぽい、バトコっぽい。しかもあれじゃん、ブランコじゃん。結構ブランコはね、得意だからね。よし、それじゃあ入っていこう。僕マリオだね。ほっ、うまい、ほっ、よし。で、鍵取っていく感じじゃないの、ここ。おし、オッケー。一番早いと思うよ、今。ほっ。で、次は地下ブロックか。大丈夫、乗れる。よしよしルイージ苦戦してるね。そしてこのちくわに乗って次はどこ、キノピコとの勝負になりそうだね。ほっ、よし、うまいこと言ってる、結構うまいこと言ってる、ちくわが邪魔くせおっ、いやここがむずい、大丈夫、よしちくわに乗ってったらいいんじゃないの、こうやって意外と速い説あるよ、ちくわに乗ってったら。
相当な差ついてると思う。これ鍵取ってなかったらどうなんだろうね。一番右から行きます僕。こっち、こっちが正解。よし、オッケー。これはもう大差でしょ。ほっ、嘘、はい、かっ、いや、きちい。ここなんで、なんで、なんでキノピコ待って、ちょ、待ってよキノピコ迷い込めよもうちょっと。イキャップキノコを3個以上取ってからゴールか。バトコだね。ということは最後にもうイキャップキノコが3個をもらえる感じだろうねきっと。じゃあキノピコなんで緑いきます。緑緑くれよ。じゃあ青だね。青のとか、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 下だね。ほっ、あ、待って、なるほど、バネコースか。大丈夫、バネは得意。ほい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 、うわ、マリオといい勝負だなこれ。これはジャンプ、うわ、むずっけ。え、こっちか。で、ジャンプだね。ほっ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 ほい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 よしよし、いい調子いい調子。で、このまま右か。うわ、台風、うわ、台風はね、多分誰がしても同じだと思うんで。ほいほいほい、うまい。くっ、みんな苦戦してるね今回。ジャンプ、よしよし。あ、待って、こっから戻る感じですか。え、なんか戻ってなんかあったっけ。ほっ、ジャンプ、うわ、ここは無理くせえ。ジャンプじゃいけんのかな。3マス飛びできないのかな。ほっ、うわ、ラグ。氷ブロックとかあったっけな。ね、さっきなんかあった氷ブロック。あ、ちょ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 この台風でもみんな一緒か、台風で苦戦するのは。じゃあこのまま左に走ってって、氷がどっかあったと思うんだけど、どこにあるだろう。で、ここ上でしょ。これ結構見分けるの得意かもしんない。で、このままここシャカシャンで行こう。シャカシャンで抜けた方がいいと思う。よし、オッケー。はい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 、よし、早いブランコは早いよ。一時期ね、なんだったっけ、ブランコの発訓タイムアタックか、あれ世界で60位ぐらいだったっけ、取ったことがあるんですよ。それじゃあみんなおいで。イージー&ハード、難しいコースと簡単なコースがあるっていう感じかな。このオンオフを変えるだけでイージーとハードに分かれるって感じでしょう。イージーで行こう、いや、ハードで行こうね、みんな。イージー、いや、ナイスハード、これがハードでしょと見せかけて、僕はスタートからやり直して一人でイージーでいきますこれがいいんじゃないの、これが作戦だよ、みんな。オッケー、うわ、一人消えた、頼む、ハードにしないで。よし、オッケー、一人でイージーでいったね。で、ここで回転ジャンプ、よし、マリン来ないで。オッケー、これはナイス、このドアに入ればいい感じ。やった作戦ガチだね美しい頭、しょうもねえけど笑ってしまったじゃん。さて、美しい頭持ってってあげる。やった、美しい、美しい頭持っていかしてよ。ほっ、うわ、ルイージうまいね。じゃあ僕は上から行きます。上からの方が多分安全圏だよ。よし、ルイージも上から作戦、大丈夫、上からは僕だけだね。うまい、これはワンチャンあるよ。ほっ、よし、このまま上からどんどん行こう。じゃあ、あ、待って、ゴールここにあるよ。よし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 、 M じゃねえってわ、なんか M が好きそうなコースだなここ。いや、ここは回転ジャンプを駆使しながらちゃんと行こう。ナイス、あぶって、よし、じゃあこのまま上に乗っていこう。じゃあ、この土管、この土管が正解、正解なんでしょうか。ここは大丈夫か。一応スター、スター、熱くない、スター、もう一回出て、ここでスター待っておいたらうわお、キノピオ、お知り合いですか。うわ、投げやがった、誰だキノピオ、後で名前見てやるからな。さあ、ここで名前見てやります。マリメの申請か、これ乗ってったらいいんじゃないのかな、違う、そう、うわひどい。よし、それじゃあこの土管入れたんで、マリメの申請は、マリメの申請バカめ、一人でなんか脱落したよ。じゃあ僕だけ行こう、中間だけきっちり取っていこう。ほっ、危ない危ない、マリン、やめて、い
よし、ここで亀の甲羅手に入れなきゃいけない。多分こんな感じでしょう。うますぎ。で次はこのまま右行ってゴールがある感じ。やったぜあ、またマリメの新生いるね。僕のこと知ってくれてんのかな。キノピオだったよね。キノピオ持ってくれてる。っていうことはやっぱ知り合いなんじゃねえか。絶対左投げるでしょ。分かってんだよ。待てよ、ほらバカめ自分もだけど。じゃあここは右だね。右が正解っていうことは分かった。マリメの新生待って、ちょっと追いかけるよ。じゃあ僕右行きます。マリメの新生と違う方行きます。ダメだったじゃあここは下だね。下に行って次どっち、右行こうか。こっちが正解。そして上はダメだね。ここは右が正解だね。こっちが正解。そして上、あそこ鍵いるってことは鍵を持ってこなくちゃいけないんでしょ。上行ってみようか。うわ、ダメくせ、戻れ。こっちかな。右行って、そんでもう一回右行くね。そして上かな。いや、もう一回右行こう。あ、ここっぽいよ。ここっぽい。ここでブンブン、いや、プンプンか。プンプンさんを返せばいけるはず。あ、いや、あと一回。誰か来る前に、誰か来る前に、左だね。ほい、よし。そんでここ入ったらダメだと思うんだよな。ダメだと思うけど、かけていってみる。来た、下だね。こっち、いや、合ってるっぽいよ。そしてここに入っていく。そして下、うわー、タイムアップ。くっそ、下行ったらゴールに続いてそうじゃなかった。今誰かスイッチ押してきてよ。もう全部押してあげる。さて、ここのステージなんだけど、一番最初右に行っていい感じだよね。そしてスイッチを押してこいってことでしょ、上の。よし、任せよう。キノピコとマリオに任せよう。ね、ルイージ、オッケーナイスすぎ。で、このままもうゴールがある感じかな。いや、まだ続いてる感じだね。よし、じゃあ次僕が行ってあげるよ、ルイージ。オッケー。で、ジャンプ。これさ、最終的にはスイッチを押した人がゴールみたいな、なんかそんなんあるよね、たまに。そういうのじゃないのかな。じゃあこのまま先進んでみるけど、次で最後臭いよね。だいたいこういうの最後っぽいよ。ここは押さない方がいいよ、きっと。よし、ルイージ頼もう。真ん中、真ん中は譲らねえぜ、マリオ。オッケー、勝った。これは勝った。なんでさて、今度ウェンディキャッスルって書いてたんだけど、ウェンディが多分いっぱい出るんじゃないかな。今の張り抜け上手くない？張りっていうか歩道抜け上手くなかった。ほっほっ、よし、ジャンプ。いや、これはもうみんな取れないでしょ。ゆっくり行こう。ここはもうゆっくり行った方がいいよ。そしてアイテム、アイテム、あぶねこの落下は危険。よし、次に進めたね。いや、マジでチビ状態。やった、ここはもう勝ったよ。なんか死んないけどすぐ倒せました。楽勝で勝ったね、今回。ありがとうございます。うわ、難しそうだな、ここ。とりあえずマリオに運んでってもらおうか。なあ、マリオ、マリオ途中で離さないでよ。よし、キノコ手に入れました。先にキノピコが行ってんのか。多分あのキノピコやられるよ。ノーアイテムだったからね。ほら、やられてる。よし、来た。このまま走っていこう。で、これは持てるね。亀の甲羅は一応持てるんですけど、いや、持たないで、ゆっくり行こう。ここでオートスクロール系、きっちりアイテムだけ取っていこう。これは勝てるよ、しっかり行こう。で、左来たね。これを投げつけてやろう、この辺で。おりゃ、当たったかな当たってね、当たってねえんだけど。ここ、キノピコ、左に行け、左に行けよ。いや、待って、ダメだって。おこの神の甲羅を当てよう。おりゃ、当たったかな。今のは当たったでしょ。で、もう一匹亀の甲羅いるね。当たってね、このキノピコやるな。ほっ、当たれよしよしよし。で、ここで赤の手入ってゴールは、どっち、右だね。ほっ、アイテムだけ取っていく。うわ、キノコいらね、いらん、いらんことした、いらないことした。待てやべえ、亀の甲羅をなくしちゃったぜ。むにゃん、あ、にゃん、にゃん。そろそろ真面目にしようかな。
めっちゃ真面目にしようかな。もう貪欲に勝ちに行こうかな。でそれの方がいいでしょ、みんな多分その方がさ、みんな多分そっちの方がさいいでしょ。うわ危ない。これ見てて勝つよ。ちゃんと貪欲に勝ちを狙っていくから。バーサスパワーアップレース、これで最後にします。パワーアップレース、なんと僕にふさわしいコースでしょう。マリオだからね、赤いきます。譲ってよ赤。じゃあ黄色のとかいきますね。パワーアップレースか、キノコとかを駆使しながら行く感じ。よし、ナイススタートダッシュ。これはシャガジャン、これ得意だよ。何もね、3つ壊さなくていいんだよ。2つ壊したらシャガジャン。おっ、よし、うまい。ルイージが速いのか、弟が速い感じか。ここもシャガジャンだね。でここもシャガジャン、オッケー。でここでファイヤー、これは簡単じゃん。ルイージ速そうだぞ。ルイージとほぼ一緒っぽいね。よし、でここでジャンプジャンプの、ほっ、いや、ルイージ速い。いやでもちょっとだけ僕の勝ちっていう感じだね。ほっ、どうだ、次はデカキノコか。ここで勝って終わろう。ね、ここで勝って終わりましょう。ちょっと真面目にいこう。マジで真面目にいくわ。おっ、よし、でここでシャガジャンで抜けていく。きっと優勢。てれれてれれれ、多分抜く感じかな。どう、抜かないでいい感じ。いや、ここオープンブロック、わざわざねブロック壊す必要なかったかもしんない。おっ、よし、まあ、ルイージ早いよ、結構目の前来てる。やったー、危ねえ。あぶねー、ギリギリ勝てました。じゃあ勝てたんで勝てたんで、みんなグッドボタン、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。